ウグイス谷とか神社ここにあるけど、その下居酒屋入ってて、こっちにラブホ立っちゃったけど、ここから木がせり出している不思議なラインから見る。でもこっちから見るとまっすぐな建築とぶつかってる山手線のラインは意外と綺麗だったりして、あ、極めて奇妙ですよね。あのラインがやっぱ面白みなんじゃないかなと思いますけどね。なんか生命的だと思います。なんかすごい面白いと。はい、こんばんは。ウィークル落合の時間です。今日はですね、これからの都市と建築ということで、あのお話していきたいと思います。落合さん、すごい興味あるテーマですよね。でも佐々木さん、建築興味なさそうですよね。そんなことないですよ。そんなことないの。興味ありますけど、めちゃくちゃ詳しいわけじゃないですけど。カーサ・ブルータスとか迷子読んでます。カーサ・ブルータス読むと建築に興味があるのか分かんない。違うんですか。ごめんなさい、分かんないけど、まあ、それぐらいの僕建築家の友達が多いから、まあ、作ったものを作ったって言われると見に行くのが好きなだけですけれど、はいはい、なんか都市と構造と建築、はい、非常に面白い、まあ、僕はあの彫刻サイズまでしか作らないから、はい、建築サイズになるとどう変わるのかっていうのは非常に楽しい議論ではなると思いますけどね、はい、ほらデジタルの上だとスケール感じないじゃない、そうですね、結構身体性なくなっちゃったりするじゃない、うん、っていう話も含めなんかいろいろできればいいかなと思ってます、はい、もう今日は最先端の方々がいらっしゃってますので深く議論していきたいと思います。じゃ早速ゲストの皆さんをご紹介したいと思います。まずは建築家の石上淳也さんです。よろしくお願いします。お願いします。で続いて同じく建築家の藤原哲平さんです。はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。そして最後にワタリウム美術館館長の渡悦子さんです。よろしくお願いします。お願いします。あの今日は皆さんと議論する前に、まずお三方がパビリオン東京2021というプロジェクトでご一緒されてますので、そちら あのテーマについてちょっと簡単にまあご説明いただいてからちょっと議論したいと思うんですけれども、ちょっとなんか画像とかもあると思うんでご説明したいと思うんですけど、渡さんちょっとご説明いただいてもよろしいですか。はい、はい、パビリオン東京2021という、はい、あの名前の、まあ、パビリオンっていうのは、うん、まあ、一時的な小さな建物っていうようなあの構想なんですけど、東京のいろんなところに、うん、小さな建物を作って、うん、なんか東京の新しいランドスケープを作ろうっていう、うん、そういう試みなんですけど、うん、まああのそうですね、いろんなあの場所に変わった場所に選んであの置いてるんですけれど、うん、条件をつけなかったんで、はい、みんなそれぞれあの、まあ、建築家の方もアーティストの方も、建築家が6人とアーティストが3人、うん、まあ、こちらであの選ばせていただいて、うん、もう何でもいいですよと、うん、あなたが東京にあの思ってる思いを形にしてくださいって、それだけしか条件はなくって、素材も場所もまあ、予算 もう自由にやっていただいたので、うん、まあ、あの建築家の方がいつもお家を作るのとは違う、なんかあの一人一人の思いみたいのを出していただいた、うん、そういうプロジェクトです。うん、東京中になんか美術館ができるみたいな感じなんですかね。そうですね、まあ、美術館っていうよりね、うん、おかしな建物が、そう、小さいけれど不思議な建物が、はい、あのまあ、建ってくるって、まあ、そもそもで言いますとね、私、はい、あの一番この中で年上だと思うんですけど、あの前のオリンピックの時に東京がガガガガって変わる風景を見てたんですね。でそれ見てちょっとドキドキ、まあ、高速道路なんかできちゃったよとか、で高速道路の上に上がって遊んだりとか、なんか新幹線っていうかっこいいのが出たとか、そういうやっぱり大きなこう変化があったんですよ。渡さんが前のオリンピックの時に生きてたことに僕びっくりして小学校2年だったんですよ。そうなんだ、知らなかった。だから私一番上だから、でもやっぱりね、はい、その体験ってね、人生の中で結構大きかったんですよ、うん、いつもと違う街っていうのは。でやっぱり子供たちにそういうあの年変なことがあったよねっていう、そんな感じのことをね、街でこう事件が起きたぞっていうのをね、そうするとこう未来っていうのがなんかワクワクするじゃないですか。なんか街にワクワクっていう、そういうのをねやってみたいなっていうことで今回こういうプロジェクトを組んだんですよ。全部回るとどのくらいかかりますか。結構かかる。ちょっと何で回るのがおすすめですか。自転車かな。自転車、自転車最高だと思いますね。素晴らしいことを言う。でもね、できれば2日かけてほしい。なんかね、1日で見るにはもったいない。なるほど。なんかその場で例えば石上さんのとこちょっとお茶も飲めたりするんで、はいはい、ちょっとゆっくりこう光を楽しむとか、うん、そんな感じにしてほしいので、うん、ちょっとゆったりゆったり、うん、そちらの、ね、藤原さんのところはやっぱりちょっと植木でもいじってみたいな水やけてほしい。そう、水やったりこう植木の物語とか書いたんで、その辺読んだりとかね、うん、ちょっとゆっくり見ていくっていうのはいいかなっていうふうに思います、うん、なるほどね。面白いですね。
まあ、全てのパビリオンがその未来の都市に対する提案みたいなビジョンの提案みたいなところあると思うんですけど、今日ぜひ前半で今まあ世界であるとか日本の都市づくりにおける皆さんのちょっと問題意識みたいなものをちょっとお伺いしたいというふうに思うんですけど、ちょっとすごい漠然とした問いで恐縮なんですけど、今渡さんどういうところに問題意識を持たれていらっしゃいますか？やっぱり特に東京、まあ、はい、このプロジェクトを作った理由の一つなんだけど、はい、言ってみると私たちが この辺、まあ、六本木なんかもそうですけど、うん、もうほとんどゼネコンが作ったものなんですよ。ゼネコンが、はい、そうですね。なんか大きな組織と、うん、なんか大きなこう役に立ちます、まあ、お金のこととかね、経済のこととか、うん、そういうのを中心に作られているから、うん、面白いところがないのね。なんか人間臭いところがないの、うんうんうん、だからなんかこう、あ、ここ楽しいねとか、ここ変だねとかっていうのが全然なくなってきちゃって、うんうんうん、まあ、私なんかが小さい頃はまだあったんですよ。なんかちょっと人と喧嘩するための公園だったりとか。喧嘩するための公園、いい言い方ですよね。なんかこう何かおかしなことをやっててもいいようなところとかっていうのがあったんだけど、今もうどんどん整備されちゃって、もうビシビシにこう綺麗になっちゃってるので、なんかそういう人間臭さが全然出てこないので、なんかその変なところを作りたくなったんですよね。だからそこすごく都市の問題だと思うんだよね。なんかね、自分が自分の生きてる場所だって思いにくい、なんかどこも一緒だし、まあ、余白が少ないはよく言われる話ですね、東京の。まあ、だってなんか余白があるとなんか撤去されたりするじゃん、うん、あと張り紙貼られたりするじゃないですか、うん、ここはホームレスの方行っちゃいけません張り紙とか、うん、なんかあったら生活保護があります張り紙がなぜか段ボールハウスに貼られまくるっていう、この面白い都市構造の美しさみたいなのがあるよね、うん、確かにね、はい、渡さんからご覧になると東京の街もどんどん面白くなくなってるんですか、うん、正直、はあ、そう思いますね。なんかもっといろいろわけのわかんないものが置いてあったり、うん、わけのわかんない人がいたりとかね、うん、あの人なんであそこにいつもいるんだろうとかね、うん、何のためにこの家はあるんだろうとかね、うん、そういうものがもっとあってくれると面白いなと思うんですよね、うん、京都だと意地悪い石が発生するじゃないですか、うんうんうん、よく意地悪い石でしたっけ、なんか石を置くじゃないですか、ね、うん、はい、来ないように俺やって、はい、あれのように東京は税金を使ってね、なんかね突起物が立つんですよ、あ、床から、うんうんうん、突起物が床から生えてきてね、ホームレスが座れないようにしたりするんですよ、ね、あれがね、貢献力が生きているアートみたいな感じでたまらないそういうことですね、うん、パブリックだよね、うん、ちょっとデータちょっと紹介してみましょうか。世界で最も魅力的な大都市ランキングっていうのがあるんですけれども、まあ、やっぱ京都がトップになってますね、まあ、東京もそれでも東京も6位に入っているということで悪くないんですけど、あともう一つ世界で最も住みやすい都市トップ10というランキングもございますけれども、これ恣意的じゃないの、大阪があそこに入るとは思えないんですけど、他の人すみません、これ一応エコノミストインテリジェンスユニットっていうところの、本当、はいはい、名門の雑誌のところの、いや、俺大阪好きだけど、うん、ちょっと硬い評価ですかね。いやでも、まあ、そうね、なんか結構これ偏ってないですか、うん、オークランドもそんなに俺住みやすいと思ってないんですけど偏ってるかもしれないですね。もう一つ高層ビルの多い都市トップ10ということで、まあ、ここまあ東京が、ね、これは誰も疑いようがないんじゃないですか、そうですね、香港並んで大きいということで、まあ、あともう一ついきましょうか、世界の主な都市 の無電柱化の現象ということで、現状ですね、やっぱ東京はね、電柱が多いということが出てますけれども、まあ、あの電柱の美しさを見に来るんじゃないの、うん、なんかエヴァンゲリオンだって言ってみる、そうですね、60年代ウルトラマンだって言って、ジャパンカルチャーの源泉の電柱ってどこにいっぱいあるのって言いながら、そうですよね、うん、それでもう一つ行ってみましょうか。それでまあこういう東京の展望についていろんな批判的な意見なんかも、ね、今回すごいね、このパワーポ誰が用意したんですかこのスタッフの皆様が用意してくださってむちゃくちゃだね、はい、これいいね、はい、ということで、そういう東京の、ね、電柱が多いとかそういうところの問題点があったり、まあ、最後行きましょうか。日本ちょっと待って、あれ見たい、実音読したい日本語ですよ、これ、はい、もうデコボコごちゃごちゃ、これは東京圏の中年の頃に吐き散らかしたヘドですよということで、うん、昔を知ってるから方からするとやっぱりそれぐらいちょっと嫌な光景なのかもしれないですよね。まあ、あれはあれでいいけどね、うん、で最後、日本の都市における主な課題ということで、まあ、いろんなものをちょっと書いてますので、まあ、ここから取り上げなくてもいいですけれども、皆様からちょっと意見をいただきながら前半ちょっと議論したいなと。またこの中にでかい字で SDGs って書いてあって全く分かんなくていいですねこれね。そうですよね、うん、ということで、藤原さんどうですか、問題意識として。あ、いや、でもさっき渡さんが言ったように、はい、そのやっぱ東京って一人一人の個性が作ってるってきた街だと思うんだけど、はい、どんどんこう個人っていうものが都市を作るんじゃなくて、なんかもうちょっと仕組みみたいなのが街を作ることになっちゃってるのは非常に残念で、
まあ、こう超高層がある横に平屋があるみたいなのが東京の面白さだから、うん、もっとどん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 その超高層的なものの領域がだけが広がっちゃってて、うん、個人の領域があんまり広がってないっていうのが面白くないなっていうのは思いますよね、うん、なんかもっと自由にやれる個人が自由にこう場所を作り込めるとか、うん、まあ、余白をみんなで作っていけるようなそういうプロジェクトが絶対必要なんじゃないかなっていう思いますけどね、うん、なんか経済は否定はできないけどその経済ばっかりは面白くないっていうかいずれそうすると経済自体も動かなくなっちゃうんじゃないのかなっていう気はすごいしますね、うんうん、結局経済原理によってばっかり作られるってことなんですか算数ですよね簡単に言うと算数だと思うんですけど、はいはい、いくら投資したらいくらで返ってくるって、うん、それもう本当に四則計算でできる範囲でしか計画ができてなくて、うん、もっと文化とか経済って複雑なこう関係性持ってるはずなのに、うん、すごい単純な原理で街ができてるから、うん、まあ、どうしてもやっぱでかくなっちゃうというか、うんうんうん、算数でやるとやっぱ建物1個いくらで建物1個で家賃いくらみたいな、はい、そういう分かりやすさになっちゃうんだと思うんだけど、うんうん、まあ、本当にいつもこんな単純なことでこんな企画になっちゃってるのかっていう驚くことが多々ありますね、うんうん、その原理が要するにゼネコンの原理でありサラリーマン的な原理ってことなんですか、うんというかまあまあそれはまあいろいろね議論していくのめんどくさいからそこに落とし込みたくなる気持ちはすごくわかるんだけど、はい、上の世代の人を説得しとくときに算数なら誰でもわかるっていうか、はい、そこになっちゃうのわかるけどでもなんかさっき言った面白みっていうのかな個人の面白みで判断する領域がこうもっと個人が決裁すればもっと面白いこと起きると思うんですよね、うんうん、そこはなかなかできないってことですよねできないというか、まあ、勇気がないのかちょっと分かんないけどやる権利を持ってる人はたくさんいると思うんだけど、うん、その個性で判断しないっていうのが習慣になっちゃってるのかな街を作るときにもっとこう個人個人がこう個性を発揮していいんだっていうのが当たり前になれば、うん、その権限を発揮できる人っていうのは立場はたくさんあると思うんですけど、うん、それがなんか少ないかなっていう印象はありますよね、うん、石原さんとか吉橋はともかくあえてこう日本語が面白いっていうか、はい、こうああ、まあ確かに、うん、石原慎太郎さんとかこう個性のある言葉使って、うん、それで街を作ってたような気もするんで、うん、まあ、そういう政治家なりそういう社長なりいろんな人が出てくればもうちょっとなんか個人の領域で街ができていくってことが増えると面白くなりそうだなと思いますけどね、うん、石上さんはどんな問題意識をお持ちですか。そうですね、はい、まあ、違った視点で見るとっていう、まあ、渡さんがさっき言ったように、まあ、昔の1回前のオリンピック、まあ、60年代にあったああいう、まあ、20世紀ってやっぱその、まあ、都市の時代って言われたぐらい、うん、なんだろう、こう人間のこう活動っていうかアクティビティと、うん、あの都市のスケール感って結構あってたと思うんですよね、うん、なんか車が出来上がってきて車のためにこう道を作ったりとかビル作ったりとかでそれが多分ちっちゃくなってきたんじゃないかなっていうのが僕の印象でつまりその僕らのその生活の意識っていうのがもう都市のスケール感じゃないっていうか例えばこういうペットボトル1個にしてもあのまあ地球環境のこと考えたりとかもっと大きなスケール感で物事を考えて生活してるじゃないですか。だからその都市っていうスケール感がちょっと今の時代に対してはなんかもう少しちっちゃいっていうかもっと大きな視点で、まあ、都市じゃないところに住みたい人もいるわけだし、うん、あの都市じゃないあのスケール感で、まあ、移動する人もあの生活する人もやっぱりいっぱいいるわけじゃないですか、うん、でそれだけじゃなくてさっき言ったようにあの本当に、まあ、おばちゃんがスーパーで買い物する時でさえもまあ、地球全体の規模で考えたりとか、うん、もしくは宇宙に行きたい人がいたりとかっていうぐらいに、あの人間の意識が結構あの広がってきてるような気がするんですよ、うん、でそこになんか柔軟にフィットするような、まあ、生活の仕方とか、まあ、まあ都市がなくなるわけじゃないと思うんで新しい都市の在り方とか、まあ、そういうのが考えられたら面白いのかなって思ってますね。はあ、面白いですね。都市を超えた意識がなんか反映した都市ってどんな感じなんですかね。まあどうなんだろう、まあ、都市自体はなくなるわけじゃないから、はい、でも普通に僕らが生活してても、まあ、こういうコロナって状況もあるからかもしれないけど、まあ、2拠点で生活してみたいとか、あ、はい、あのもしくは、まあまあ、東京にいなくても、まあ、生活できちゃうんじゃないかと思ったりとか、うん、まあ、それってあの1年前は、まあ、まだリアリティなかったのかもしれないけどでも、うん、あのそういうのが
まあ、意識としてやっぱりあったじゃないですか、うん、でそれが、まあ、こういう状況になって現実と意識がなんとなくこうマッチするとかで初めてきたのかなっていうのがあって、まあ、それは考えるともしかしたら面白いのかもってはちょっと思ってます、ね、うん。落合さんなんか都市、ね、でも、うん、なんか都市は思ったより分散すると思ったらそうでもないアフターコロナになってきて、うん、でもなんか移動がここまで狭くなるとやっぱり地元の中に移動していった先の機能を詰めたくなっちゃうよね、うん、つまりなんかここにいながらにしてパリの感じとかさ、ここにいながらにしてあのタイのあの感じとかさ、うん、ああいうのを都市に入れたくなってきちゃう症候群になりそうな気配を感じる程度に封鎖されてる、うん、で、ただ建築スケールとか都市スケールの時間の体験としてそれを持ってこれるほどに我々が今ラピッドに建築作れるわけでもないから、だからそこ微妙なラインなんですよね、うん、だってそうじゃない、だってなんか、うん、コロナがさ終わってみんなが移動できるようになるのの時間スケールが例えば1年半ぐらいでさ、でも多分もう1回封鎖したりとかしたら、つまりあの違うやつで、うん、そうするとね多分ねもうちょっとあのなんかね外から取ってきてプリコラージュしたのをいっぱい入れるなんかわかんないあの、まあ、混乱ハウスでテンポス状態の都市構造結構増えると思うんだけど、うん、なんかそこにギリギリいかないぐらいの時間スケールで今なんか戦ってる感じがする、うん、なんか感じないですか、だって海外行きたくてしょうがなくないの、うん、そうでもないですね、あそうなんだ僕は海外めちゃくちゃ行きたいし、なんか例えばねなんかほらタイとかのさぐちゃぐちゃしたとことかさ、うん、香港のさあのさなんか超涼しいとこからあったかいとこ出て涼しいとこに戻るとさ、うん、サウナだって思うじゃない、あの、はい、なんかこれが水風呂だって思いながら香港の高層ビルに登る時の感覚とかあるじゃん、うん、でああいうのないよねやっぱね、うん、でもあれを感じたいがために都市構造を切り替えるほどに我々って別にリッチなインフラを築いてきたわけではないみたいな、うん、際どいラインってやつ、うん、まあ、面白いと思いますよ。どういうところが面白いんですか。僕は、まあ、いろいろあると思うんですけど、はい、やっぱりなんだろう、こうヨーロッパの街とかってやっぱ幾何学的というか、うん、まあ、計画が先にあって、まあ、ヨーロッパだけじゃないと思うんです、まあ、そういう街多いじゃないですか、うん、でも東京ってこうランドスケープというか、うん、まあ、地形によって、まあ、いろんなこう例えば谷にはあの商業エリアがあったりとか、昔からそれあの地形によってなんとなくこう ある程度エリアが決まってる、うん、でそれはなんか幾何学的になんかこう計画してるのかもしれないけど、それが見えるようで見えないというか、その自然のこういう景色がそのまま街になって、しかもそれが地名になったりするじゃないですか、なんか、うん、坂の綺麗な坂の名前とかも結構東京いっぱいあると思うんですけど、ギリギリのライン、うん、ウグイス谷とか様式建築のあの寛永寺みたいなラインとラブホだらけのあのこっちのラインの間に際どい山手線が引かれてて、なんかギリギリのランドスケープを自然と、なんだろう、様式建築のいわゆる幾何学的な建築と、あとなんか神社ここにあるけどその下居酒屋入ってて、こっちにラブホ立っちゃったけどここから木がせり出している不思議なラインから見る、でもこっちから見るとまっすぐな建築とぶつかってる山手線のラインは意外と綺麗だったりして、あ、極めて奇妙ですよね、うん、まあ、空襲で焼けたところとかがあったり、うん、様式的に作ったところで区分けできなかったところが残ってたり、武家屋敷のところは割とちゃんと区画整理されたけど、うん、それから下のところの町民のところぐちゃぐちゃだったりとか、うん、あのラインがやっぱ面白みなんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、なんか生命的だと思いますね、なんか、うんうん、生物っていうか、うん、すごい面白いと、なんか線で区切ろうとしたらそこから染み出したものがまだ残ったみたいな、うんうん、ことを繰り返しながら、うん、生物的なランドスケープを持ってる、うんうん、そう、それが今再開発とかってやっぱそういうランドスケープのスケールとか超えたところで行われちゃってるのも結構多いと思うんですよね、はい、だからそこが本当は、まあ、建築のスケール感がもともとある東京のランドスケープのスケール感にこう合うように、うん、まあ、開発とか建物とか建てられていけば、まあ、景色は変わったとしても東京のこう風景っていうかそういうものはなんとなく記憶として残るし、さっき言ったように東京にはいろんなやっぱ綺麗な景色としての地名がやっぱいっぱい残ってるから、そういうのをなんとなく記憶として感じるんじゃないかなって感じするんです、ね、富士見坂とか言われてここから富士山見えたはずがいつまいかタワマンが立ったみたいな、この絶望的な気分が刻まれた名前に変えようこの坂をとか思ったりするみたいな、あのたまらなさ、うん、
そうそう、まあ、でも100年ちょっとであの明治神宮の森ができちゃうぐらいの肥沃な場所っていうか、うん、このコンクリート剥がせば黒土のこう肥沃な大地がある、ローム層の大地があるから、まあ、なんかもうあっという間に森に帰っちゃう場所でもあるので、まあ、確かに、うん、そういうなんか生命感みたいなのをどうやって感じながら暮らせる街にできるのかなっていうのは、うん、未来の東京っていう意味ではその森っていうのはやっぱベースにあるのかなと思いますけどね。やっぱり街ってもうちょっとこう詩がないとダメだと思う。ポエムっていうのかな。例えば落合さんの作品なんかでもものすごく科学的なもの、テクノロジーなんだけど、最後のところやっぱりすごくポエティックなところがあるんだよね。はい、ポエティックな余白がないところには豊かがないですからね。ないないない、もう絶対いい人間はできない。あ、ちょっと今のね、結構俺分かった方が響いた。いや、いいこと思ったんですよ。うん。